XP-53、XP-60 XP 飛行する、XP-60DCU41 から19508号機 XP-60、YP-60 XP は、アメリカ合衆国のカーチスライト社が開発した、試作戦闘機。当初 XP-53 として開発されたが、名称を変えて、試作機が製作された。 YP-60 として増加施策が行われた方もあったが開発時のトラブルが多く性能も同時期に開発された P-47 や P-51 に及ばず採用されなかったカーチス社が第二次世界大戦中自社製戦闘機 P-40 の後継機として開発した機体である初版の事情から 様々なエンジンを搭載した型が作られた。5機の XP-60 から、XP-60、AXP-60、BXP-60、CXP-60、DXP-60、EYP-60、e, e の6つの方が開発されたが、外見等が P-40 と全く似ていない方も、あった。 いずれも性能が特筆すべきものではなく開発中止となった。マーリン28型を搭載した XP-60 カーチスがアメリカ陸軍航空隊へ最初に提案した設計は P-40 を元にしつつ、総流翼とコンチネンタルモータース製法 -1430 を採用し、翼内に8丁の 12.7mm 機銃を搭載しているものだった。 この提案は受諾され、1940年10月1日に、XP-53 として2機の試作機の発注が行われた。その6週間後、陸軍は試作2号機のエンジンを、ロールスロイス製マーリンへと変更するように指示し、それには改めて XP-60 の名称が与えられた。エンジンが、4-1430から変更になったことで、 胴体の設計は見直され、P-40 では後方に引き込まれていた足は内側に引き込むように変更された。こうして、マーリン28型を搭載して完成した試作機は1941年9月18日に初飛行し、時速 611km の最高速度をマークした。一方、 XP-53 として製作された1号機は、x p 6用の地上テスト機として用いられた。しかしマーリンは P-51 に優先的に供給されることが決定され、P-60 の量産型には、ゼネラルエレクトリック製 B-14。 ガタターボチャージャー付けのアリソン製 V-1710 から75を使うこととし、1941年10月に1950機の量産契約が結ばれた。XP-60 の原型機は、初飛行には成功したものの、試験は順調に進まなかった。創流翼の表面仕上げの問題や、エンジンスペックが交渉よりも低かったことから、 予定された性能が発揮できず、さらに光着装置の問題まで発生していた。この結果、p 六十の開発は1941年12月20日にひとまず中止され、1942年1月2日に契約内容が変更されることになった。この契約は、それまで開発していた試作機と同等仕様である x p 六十 a を一機、 XP-60A のターボチャージャーを、ライト製 SU-504 から1に換装した、XP-60B を1機、エンジンを大型のクライスラー製14-2220に換装した、XP-60C を1機生産するという、ものであった。さらに、カーチスを財政危機に陥らせないため、陸軍は、P、P-40 を1400機、 P-47 を2400機、P-62 を100機ずつ生産させることにした。XP-60C に導入予定であった、クライスラーのエンジンは完成する見通しが結局立たず、もし導入できたとしても、機種前方の重量増加をバランスするためにビブに、数百キログラムの鉛を仕込まなければならないことが、わかり、 プラットホイット2製 r 2 8 0 0にエンジンを変更することが決定された。また、同時期、最初に製作された XP-60 の試作機のエンジンをマーリン61型に換装し、垂直尾翼を拡大した機体が試験的に製作されたが、これは XP-60DE として登録された。 XP-60A は1942年11月1日に初飛行した。1942年の夏頃には陸軍の P-60 に対する機体は薄れていたが R-2800 にエンジンを換装することで性能が向上するのではないかと目され、結果的に二重反転プロペラと R-2800 を搭載した機体を P-60A-1CU とし、500機の製造契約を結ぶこととなった。また二重反転プロペラが失敗した時の保険として、カーチスでは単素の4羽プロペラを装備した、XP-60E の開発を行うことにした。 XP-60E の機体は、XP-60B のエンジンを、R、R-2800 から10に換装することで、用意された。1943年1月27日、R-2800 から53と20反転プロペラを装備した、XP-60C が初飛行し、飛行特性は、概ね良好であった。一方、 XP-60E は遅れて1943年5月26日に初飛行したが、これは XP-60C に比べて重量が軽いためエンジンを 30cm 近く前方に移動する回収を行う必要が途中で判明したからである。1943年4月、アメリカ陸軍航空軍は開発中の数種の 戦闘機の比較評価を行い、最も性能が望めない機種の開発を中止することにした。この評価試験のためにカーチスは、XP-60E を供出するように指示されたが、XP-60E はちょうど使用不能の状態であったので代わりに急遽調整された、XP-60C が、ライトパターソン飛行場で行われる試験に送られた。 こうして、評価試験は行われたものの、XP-60C は、様々な問題を抱えており、性能は貧弱であった。この結果、当初500機であった、製造契約が2機にまで減らされ、実質的に、陸軍航空軍から不採用の落輪を押されることになった。1944年1月、XP-60E は、イグリン飛行場で、 公式の試験飛行が行われたが、同時期の戦闘機と比べて、特に優れている点はないというテストパイロットの評価しか得ることができなかった。このような結果を受けてカーチスは P-60 シリーズに対する作業の一切の中止を申し入れたが、陸軍は契約した2機のうち1機は完成させるように、 通達したため、もともと YP-60A-1CU として量産しようとしていたものを YP-60E として再設計することとなった。この YP-60E はエンジンを R-2800 から18に換装し、ファストバック型のキャノピーをバブルキャノピーに改めた点が XP-60E と異なっていた。 YP-60E は1944年7月13日に初飛行し、その後ライトパターソン飛行場に送られたがそのまま放置された。YP-60E は終戦後早々に民間に払い下げられてエアレース機に改造されたが早々にテスト飛行中墜落して失われた。ありがとうございます。